今回はアベノマスク、感染症対策の現金給付、緊急事態宣言についてお話していきます。現金給付に関しては、ちょっとね、思うとこはね、たくさんあります。ぜひよかったら聞いてみてください。8万円以下で生活してるサラリーマン家庭って存在するんですかね？世帯主が8万円以下の収入しか得てないとかならあるかもしれないですね。あと、フリーランスで自営業です。年収35万の家庭は存在するのか？もう35万しか儲からないフリーランスなんか死んじゃうんじゃないかなっていうふうにね、思います。では、ちょっと、ビデオにまとめましたので、ご覧いただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。Hey guys, my name is Kwame. どうも、Kwame です。よろしくお願いします。はい。4月、1日に、エイプリルフールがありました。多くの人がね、エイプリルフールで嘘をつくっていうか、嘘をつく日なんですけど、嘘をついていました。積極的にね、嘘をついていました。日本政府も、嘘のような真実を、発表したりしておりました。安倍さんがですね、各家庭に2枚マスクを配ると、布マスクを配るというね、発表して、で、海外の、人たちは、日本政府もエイプリルフールで嘘をつくんだな、みたいな風にね、ちょっとジョークを言うんだな、っていう風にね、見ていた人もいらっしゃったみたいですけど、実はそれが本当の発表だったということを知って、すごく、驚愕した人もね、中にはいらっしゃったみたいです。はい。で、そのね、安倍さんがね、決定したことは、日本では呼び名がないんですけど、海外ではアベノマスクと呼ばれてるそうです。そのアベノマスクっていうのが、日本のね、エイプリルフールのジョークなんだな、というふうにね、誤解されてしまったということがありました。はい。そしてですね、いろいろね、今、もう、概ね決定されてる、感染症対策、経済支援対策っていうんですか、給付金ですね、の給付金、経済支援の、対策給付金に関して、概ね決定されておりまして、各世帯に30万円を配る、という話ですが、条件が非常に厳しいですね。サラリーマン家庭で、世帯の月収かな？世帯の月収？世帯主の月収なのか、ちょっとはっきり、すいません、まだし、ちょっと曖昧なんですけど、8万円以下、というふうにね、発表されていて、普通のサラリーマン、普通のサラリーマンだと、少なくとも、18万はもらえるんじゃないかな、というふうにね、思うんですよね。そしたらね、多分多くの家庭で無理なんじゃないかなって。多分もらえるとしたら、年収とかさ、そういう収入に関してグレーなものが多い、指定暴力団とか、なんかヤクザの方とか、あとは、超大金持ちで隠遁生活をして、趣味として働いてるご老人とか、あと、本当に真面目に働いてる、貧困、貧しい、母子家庭だったりね。そういった方が対象になるのかなというふうに思いますね。ただ、8万円しか儲からない人に、1回30万円渡しても効果があるのかな、どうなんだろう。逆になんか、
経済支援っていうより生活支援なんじゃないかなっていう風なね、印象を受けました。いやー政府はお金をまく気は、お金を出す気はないなっていうふうにね、思いましたね。はい。はい。そして、緊急事態宣言ですけど、私はすごく、遅いなっていうふうに思っております。緊急事態宣言を出しますよみたいなね、予告をしていて、それが実は明日から、緊急事態となるようです。なんか前にね、休校を要請した時は総理が一人で決めたとか、急すぎとかね、避難する人が多くいらっしゃったみたいで、まあ私は全然そんなに何も思ってないんですけど、今回は手順を踏んでゆっくりワンステップワンステップ段階を踏んで、進めてるということで、正直言うと遅いより早い方がいいかなっていうふうに思っていて、で今回の手順を踏んでやってる場合だと遅すぎるとかね、いう方もいらっしゃって、避難する人はどんな時でも避難をするんだなというふうにね、感じております。はい。で非常事態宣言が発令されて、社会的にどう変わるかというと、変わりは多分ほとんどないと思うんですね。で、もし、例えば多くの会社で、ちょっとテレワークは多分ね、ほとんどの会社が採用できないと思うんです。で、時差出勤だったり、時短勤務とか、そういうのはできるかもしれないんですよね。ただ、ちょっと想像すると、恐ろしいなっていうことが一つあって、例えば JR とか電車、私鉄の電車が、本数を制限しますとか言った場合、地獄絵図が見えるというか、例えば通勤ラッシュの時間帯の電車の本数を削減しますと、鉄道会社が発表した場合、本数が少なくなるのはいいんですが、まあ良くないんですけど、本数を少なくしなければならないとなった場合、多くの人がそこに密集するんですよね。テレワークとかが採用できない会社がほとんどだと思うので、そこにね、バッと密集してしまうと、電車が、コロナ感染者製造工場になってしまうんじゃないかと。なので、ここはもう、バッサリ、なんていうかな、バッサリ、この日からもう外出禁止など、できないのかな。もしできないんだったら、休める対策を打ってほしいなって、休める環境を整えてくれさえすれば、私たち、国民はすでにもう休む準備はできてるんですよね。なので、そのね、環境さえ整えば、月収8万円以下が、給付の対象ですとか言ってないで、この国を守ると思って一気に金を出してもらえれば、私たちはもう休む、ね、準備はできてる。いやー、ちょっと、どうなんですかね。どうにかなんないのかなっていうね、私のただ単なる率直な感想です。はい。そんな感じで、以上です。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。
ちょっと3点くらい一気にこの動画1本で、まとめて話したので、ちょっとね、論点がね、ちらほらちらほら、散らばっちゃってるんですけど、そこはご了承ください。そんな感じで以上です。バイバイ。Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Leave me some comments. はい、バイバイ。では、失礼します。